超ネタバレ3分でわかるワンピース、忙しいあなたへ送るコミックス第24巻の内容はサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。平和を取り戻したアラバスタを後にし、再び海に出た麦わらの一味、ビビとの別れを惜しむルフィたちの前に現れたのはなんとニコ・ロビン。驚く一行にロビンから爆弾発言、仲間に入れてくれ、命を助けた責任を取って仲間にしろって、そんな強引な。でもこの申し出をルフィはあっさり OK してしまいます。突然増えた仲間に船内は大騒ぎと、その時空から何かが、あれは船、降ってきたガレオン船をなんとかかわしたものの、今度はログポースが空を指して動かなくなってしまった。どうやら空に浮かぶ空島にログを奪われてしまったみたい。こうなりゃ次の目的地は空島に決定だ。空島の情報を集めるため海に潜って沈んだ船を調べていると、サルベージュを生業にするマシュラ海賊団が現れます。ボスのマシュラと意気投合したルフィたちでしたが、巨大ガメが船を丸飲み。間一髪で脱出したと思ったら、今度は謎の怪物が。なんとか逃げ延びた一行がたどり着いたのは、ジャヤにある無法者たちが集まる町、モックタウン。しかしこの町、道行く奴らが柄の悪い奴ばかり。中でも幅を利かせているのがベラミー海賊団。たまたま立ち寄った酒場でルフィたちは船長のベラミーに絡まれ、喧嘩を売られてしまいます。このままではまた大乱闘に。焦ったナミが酒場のマスターに空島のことを聞くと、突然酒場中が大爆笑。海賊たちの憧れであるワンピースのこともありもしない幻想だと切って捨てます。それを聞いたルフィは、喧嘩を買うな。どれほど殴られようとゾロと二人無抵抗を貫きます。ボロボロになって酒場を出たルフィたちに声をかけたのは、さっき酒場で知り合ったばかりの謎の男。人の夢は終わらないと言い残し、その場を後にします。ちなみにこの男の正体は次の巻で明らかに。船に戻ってきたものの、怒りが収まらないナミ。そこにロビンがある手がかりを掴んで戻ってきます。なんでも島の反対側にモンブランクリケットというはみ出し者がいて、こいつが空島について何か知っているかも。これは会いに行かなくてはと思った矢先、なんだか変なやつに出くわしちゃった。さらにベラミーもクリケットに興味津々。これはまたもやトラブルの予感。ズズッ、登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してね。